マジでさっぱりわからんぞ。もうこの意味はないかな。いやーでも一個ぐらいまだ見てないのがありそうではあるんだけどな。いやしかしコピー能力ミックスでこんなに大変な思いをすることになるとはな。とりあえずもうあの塔近辺は何もないと思うので、まあそう仮定して、こっちをもう一回探索しに行こうか。こっから先も結構ガバガバな探索だったと思うんで、見てないのはいっぱいあるはず。というかあと何個だ？トロッコ中だと見られないんだな。個数は表示されないんだな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。あと14個？そう思うとあんまり回収できてねえな。で、この辺は一応取ったんだよな。多分隠しももうこれ以上はないだろうから。ここは先進んでいいんだよな、多分。でも冬の思い出をここで取ったはずだから。となると、この近辺、さっきのところで、塔の近辺で探してないのが4つあるってことになると思うんだよな。まあ、でもこっちも探してないの多いから、まずはこっち行くか。ウィングボーン。あっち。こっちの左側は特にないかな。さっきのが正宗だったよな。で、ここが回復で。左行ってないな、そういえば。行ってないよな、確か。行った覚えがないし。なんか初めて見た気がするぞ。お、月と太陽じゃない。ここは何かありそう。にゃーもう、急に画面外から突進してくるんじゃないよ。そういうやつは許さん。え？導火線？何これ？導火線を押して？え？うっそー罠とかあんの？それはさすがに聞いていないぜ。こっちかな？こっちじゃなかった。向こうだったわ。これで。お、なるほど。これで繋がるわけか。え？これでこっち？結局左じゃねえか。これでこっち行けばいいの？お、行けた。なんだこれ。不思議な空間。ウィングがある。ウィングできて正解だったでしょってことか？え？入れないのか？ここは通れると。プラズマー。ちょっと迷路っぽくなってんのか？ここは登れない。あん？雲に阻まれ。私はどこへ行くのか。なんで引っかかるのよー。変なところに引っかかってんじゃないわよ。この上はいけない？あ、こっちはいけるのか。なんだろうな。トゲトゲ。この辺は結構いろいろありそうだな。まあ、取り逃してるっぽいこの4つはともかく、この先は、たんまりあるだろうからな。ここでいっぱい回収できそうだ。わー、びっくりした。いてたー、トゲトゲパニックでしたね。ラミアの鱗。また、なんか、モンスター素材的なやつだね。痛いんですよ、このトゲトゲ。危ねえ。ここはさすがにもうこれで全部だろうやな。なるほどね。こういうミニコースみたいなのがいくつかある感じかな。さっきはこっちから来たけど、なんか壁通れるところがあってっていうわけではないのか。ここは？どうやって行くんだ？これで行けそうなんだけどな。この行けそうで行けないモヤモヤ感が癖になるわ。こっちしかないかな。なんだこれ。とりあえず行ってみようか。間違えた。プラズマじゃなかった今。なんかこれ、なんかに隠されてそうではあるよな。プラズマで、一掃してくださいねと言わんばかりだが。ドゥドゥン、ドゥンドゥンドゥン。え？なんもないやんけー。嘘。なんかあるんじゃないの、さすがに。なんもない。嘘やん。さすがに、我が目を疑ったよ、今のは。お、置いてた。お、これで？
まだ見ぬところに行けるかな？この扉超怪しいんだけど。入れないかい？入れないっぽいな。ん？おい、出た！透明な壁は地味にあんのか？もしかしてこのピンク色の星とかが、なんかの目印になってたりする？あ、この金色の星から行けるもんな。で、ここも星があるところは通れると。こっから行けるんじゃないのか？あ、いけた！そういうことか。なるほどね、星のマークがヒントになってるわけだ。よかった、先に行けて。え、おばーい！痛いんだけど、超痛いんですけど、これ。痛い。これで奥ができれ。コングのたるー。今度はドンキーですか。ほんとオールスターやな。てか、そんないろいろな作品のお宝を勝手に持ち出してしまっていいのか。誰が持ってきたんだろうな。いろいろな世界と繋がっているという話だったりするんだろうか。ここさっき入ってないんだっけ？入ってなかったわ。なぜ入ってないことは覚えていないのか。それは俺にもよくわからないが。これはパラソルじゃないと破壊できない系かな。なんか、ウィングとプラズマを毎回間違えるのはなんでなんだ。緑色でなんか、頭があれこれなってるから勘違いしちゃうんだろうな。で、ここは？あ、ここ通れるのか。あ、そういうことか。これはなんだ。お、ホイール。これは爆走してるということですね。爆走の達が出たぞー。あれ？おい。ああ。でもジャンプできなくないか、これ。ウィリー君ってジャンプ、できませんよね？ターン、ブレーキ、ダッシュ、ダッシュ解除。私、分かってしまったかもしれません。すなわち、これは、ヘルパー。ヘルパー君に、来て、こうだ。ウィリーライドをすればいいんだよ。おちょ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 。ちょ、待ってくれ。待ってね。止まって。これで、あれ引っかかっているんじゃないよ、おい。ウィリーライドだったらジャンプができるからこれを使うべきだと思ったのだが、そう甘くはないらしいな。おいなんでこれ。これで、こうして、こうして、こう、ちょっと、ここ減速しないとダメなのか？何気やな、この、妙な。ステージ構成しやがってよ。もう、いやらしすぎるだろ、これ。なぜ人に嫌がらせをしないと気が済まないんだ、このゲームはよ。こうして、ちょっと待って、ここはもう完全に停止する？さすがに、自分のホイールではいけないよな、これ。こうして、うわぁ、微妙に届かないし。ちょっと気になるのは、こうして、一旦降りて、大ジャンプして、こう！なるほど、そういうことか。オリア、これでよかったんだな。ちょっと、ウィリー君邪魔。よし。お宝、カートのタイヤ、マリオカートかな？やったぜ。しかし、タイヤ安いのか？ 1100。まあ、普通のお宝に比べたら、安いんだろうけど。今やマリオカートはな、いろいろな、なんというか、ゲームの中でもかなりトップクラスに売れてるゲームだからな。そういった意味ではお宝なのかもしれない。よーし、とりあえずここは OK だね。次はこっちかな？この上じゃなくて、え？ワープスあるやん。あれ？これもしかしてゴール？なんかゴールなような気もする。まあいいや。とりあえず、パラソルで行きたいところなのですが。ここはまだ見てないんだよね。お、星だ。え？なんか急に、いろいろなってますけど？これはどういうことだ？これは一体どういうことなんだってばよ。普通に取れるけど？魂の腕は、RPG とかに出てきそうなかっこいい腕が出てきたぞ。実はこれ、固まる前にやらなくちゃいけないみたいなのがあったのか？ああ、本当は右下にもお宝があったんだけどな。ここで、スルーしてしまうのか、カービィみたいな。そういうノリですかい？ここではないのか。でもこれ傘でよかったな。これ傘じゃなかったら、完全に、カービィさん、生き埋めになってたんでは。
とりあえず、ここに隠されているものがないかだけは見ておきたいな。左側のあれはあるかな？左側のくぼみくん？何もないか？いや、でもなんか下通れそうにも見えるんだけど気のせいかな。まあいいや、信じておこう。あの、内側をあれ塞がれてしまうといけなかったよっていうことでいいのかな？スリープはスルーして、このワープスターはまだ踏んじゃダメでしょうから、まあ一旦スルーして、これは何だろう？ワドちゃーん。通れないんですけど？これはストーンみたいなやつでやる感じか？何にしても下攻撃できないといかんよな。ストーンなくない？まさかストーンここまで持っておく、いかなくちゃダメだったパターン？そんなバカだ。こんだけコピー能力あってストーンないとかないでしょ。きっとどっかにある。俺は信じてるよ。そんな風に信じていいのかい？まあ、それはさておき。とりあえずここだったよね。パラソルで入れるところもあったんで。ここだね。あれ？え？ちょっと、なんでだ？おい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 。これ、パラソルで、ボンって壊れるんじゃないのか？そんなバカな。あ、わかったぞ。つまり、ワドちゃんに、ジャンプをさせてくれれば、もらえれば、それでいいんじゃ。おい、おい、おいジャンプ。あれ？ワドちゃん飛んできてよ。壊れないんですけど。壊れないんですけど。なんでワドちゃん？あれ？あ、これでいいのか。ジャンプして吸い込めばいいのか。ってことはこれ最初からハイジャンプとかいらなかったんでは？まあいいや。竹取りの娘？おいおいおい。竹取りの竹じゃなくて娘なの。娘ごともらってきちゃってよかったんですか、これ。なんか入ってんのかな、ちっちゃいけど。ね、うちで60万とか言われてもな、ちょっと生々しいんだけど。まあいいや、なんかそう深い意味はないということに。しておこう。竹取りの娘っていうのはなんか文字数制限的にしょうがなく入っているだけで、竹取りの娘が取れた由緒ある綺麗な竹っていうお宝名だと思えば問題ないのかな？スリープ、ちょっと待って、これスリープはめされない？大丈夫？助けてー、助けてー、寝過ごしてる君。危ない。よかったよかった。しかし、ストーンがない。下向きに攻撃できなければ、私は一生ここから、最後のお宝を回収することは叶わないみたいなことになりそうなのですが、果たして。これ真ん中の導火線どこに繋がってんだ？あ、これか。つまり自力火をつけると、そういうわけだな。それじゃ気になるんだけど、これっていける？ちょっと。ジェット君やたらと絡んでくるね。そういうの良くないと思うよ。ん？火ついた、これ。いける？あー、ちょっと間に合ってなかった。ドゥン。これで、お、火ついたね。これで、真ん中入って、お、いけた、いけた。なるほどね。真ん中だけは自力で火をつけないといけないわけか。これは、謎は全て解いた。これは、こうやって、一段ずつ、飛ばして、え？もう、それは聞いてないよ。下を破壊しないつもりでいたんだけど。なぜか俺の意志に反して、真ん中を破壊してしまっていったんですが。ギャン。止まるところは、そういうことだな。こうやっておいて、なんかジェットの使い方を学びましょうね、的な、お宝なのかもしれない。よし、来た。これで下だけを壊さずに行けば、問題ないしと。クリスマスツリー。クリスマスツリーの4万もまた、妙にリアルだな。さすがにこれはこれで全部かな？クリスマスツリーここか。あー、そっか、ここにもあるんだな。よし。あとは、あれか。左上のストーンがないと、破壊できなさそうな空間がちょっと怪しいけど。それ以外はもう大丈夫かな？うん。まあ、どっかでストーンを拾ってきたら、ちょっと、向こう行ってみるのもありかな？